にゃんにゃんにゃにゃん、始まりました、うなぎの夜食事情報、ひまりです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、これはマジで買ってめっちゃ良かったなと思うペット編のものを紹介したいと思います。それはこちら、ババーン、モンスターボール型のペットとか運ぶやつです。じゃあかわいい、なんか今ちょっとね、そう、こうやってこっからね覗いてくれるとめっちゃ可愛いんですよ。でこちらAmazon で購入したんですけど、こちらペット用キャリーバッグ4999円で購入しました。でまずここにメッシュポケットが1個ついてまして、空気穴がここに3つと、ここの円状のところにここに3つ空いてます。でここはここペット直通のところなんですけど、こういう感じで中ここからね、なんかなでなでしてあげたりとか、ちょっとおやつあげたりとかできます。ペコーン、あーちょっと待って、まだ待って、ちょっとまだ待って、いなりで、なんかこの後ろがちょっと面白くて、これを開けるとなんかこう中を開けなきゃいけないんですけど、ここ気持ち広くなるみたいな感じで、ここでワンちゃんがゴロンって寝れるよみたいな設定のやつで、結構本当にめちゃくちゃ重宝してます。なんかもう猫さんも病院行くときはこれで行ったりとかしてます。で中にリードとかをつけれる、なんかカチャってするやつも入ってたりして、本当になんか大きさも結構このぐらいしっかり大きくて、なんか猫ちゃんたちもまあちょっと大きいワンちゃんとか、まあライ君とかもちょっと大きいかなって思うんですけど、すごいちょうどいい大きさです。意外と大きくて、しかもこれ自体がそんなに重くないんですよ。結構軽くて本当におすすめなので、ちょっと今日はこれを紹介したいなと思って、なんでいつもこれをねこうやって背負っていなりお散歩行くんですけど、そんなにやっぱまだたくさん行けないので、これに入れて連れて行ってます。ぜひね、ワンちゃんとか猫ちゃんとか飼っている方、これね、もうこれ背負ってるだけで本当に可愛いんで、ぜひこれでお散歩してみてください。にゃーん、にゃーん、可愛いなり。はい、というわけで本日の動画は以上となります。少しでもいいなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。